スリッツは、そうですね、あらゆる光が出るときは、そういうイラストではできるという考え方なんです。しかし、高いということは、それだけ発想作りが難しいことを言っています。実験を担当していた浜野さんによりますと、どうでしたら、高崎さんが先端の研究者から指導を受けていた浜野さんは、いつも同じことをやっ